今日は調子の渡辺文房具店に来てます。駅からすぐ近くなんですけど、こっち側が駅なんですけどね、なかなか知らない方も多いと思うので紹介していこうと思います。文房具って言っても駄菓子屋さんがあるみたいなんですよね。入っていきましょう。難しいな。これ初めて見たけど。あ、そう、それ買っちゃった。ああ。でも昔からね。昔からある。何何？煙が出るカード。うん、どうやって使うのこれ？これ手でこうやって塗ってパッパッパってやると煙が出る。やったことないかも。嘘でしょ？本当。ね、これちっちゃい頃から超やってる。煙玉？そう。煙が出るカードってことで。うん？やってやったり。はい。どれ？これも見たことないけど、メロンサイダーってこれはさ、あれでしょ？ん？ラムネでしょ？これはラムネでしょ、うん、変わってるよ。なんとだ、何これ？フルーツモンスターってこと、めっちゃ買っちゃう、うん、安くない？これ1個65円だったよ。安い。シャボン玉？シャボン玉だね。あ、何？あ、このフーフーテやつ？懐かしいじゃん。懐かしい。ちっちゃい頃だった。なんでこれ値段違うんだろう。でかいの、長い。大きさが違うってこと？うん、あ、長さか。あ、これ懐かしい。これ好きだったの。あ、入れない。そう、上手かった。練り飴とか懐かしいし。ポルチェとかめっちゃ懐かしいよ。懐かしい。これ一個買おう。あ、ポルチェ食べる。うん、そうそう。え、安いね。めちゃくちゃ安いね。いいな。あ、そういうのもちっちゃい頃よく買った。ね。
え、これも好きだった。どれ？何それ？こうやってやると回すとピュンって立つんだよ。逆さになって。コマ。コマ。9時やりなよ、9時。9時どこにあるの？どこ9時？どこにあるの？鈴が当たるやつとか。ああ。あれも9時来ていいじゃん。あ、そうじゃない？やりたい。1回50円って書いてあるね。やりたい。それにしようか。あの上のやつだったらアンパンマンが残りわずかね。工作折り紙って書いてある。うん？どうしよう。あ、でもアンパンマンの方が、あ、キャラクター、これキャラクター全部一緒なんですか？あ、はい、あ、じゃあキャラクターにしようかな。上の方ですか？どっちの方がいいかな。下の方がいいんじゃない？うん、だって下キティちゃんのでしょ？キティちゃんの。うん、キティちゃんので。当たればいいな。袋入れますか？2円かかったんですけど。あ、そうだ、お願いします。何等までが当たるような。20までが当たり。あ、21から85。え？いいよ。でも22。微妙にダメだった。あと、あ、キティちゃんの鉛筆があるじゃん。鉛筆でいいか。鉛筆か。こっちはファイル？あ、じゃない。あ、なにこれ。カエルの？カエルがピョンって飛ぶの？消しゴム？え、どれがいい？どれでもいいよ。もう鉛筆。カエルこれなんだろう。何これ、跳ねるのかな。あ、ピュッ、あ、ピョンってやるやろ。じゃあこれ、うん、いいよ。まあ50円のね、ね、くじだからね。これみたいな。懐かしい。え、スピード？ほら。え、めっちゃくちゃ。これスピードでしょ？あ、違うわ。違うじゃん。カナダ。カラね。カラ。うん。うん、これお父さんにちょっとやってあげたいんだけど。それ。タトゥーシール？タトゥーシール。お父さんにやりたくない？20円じゃない？あ、うん、ポカーチ1個。1個、うん。いい、何でも、うん、何でもいいよ。タトゥーシールとか懐かしいな。なんだこれ、鬼滅もあるよ。30円。あ、懐かしの、安いね、30円だって。え、これこれもお願いします。めちゃくちゃ可愛いじゃん。これも入れてくれました？あ、入れました。カードコレクション、はい、面白いね。
患者に、患者に若っ、ありがとうございます、めちゃくちゃ若いよ患者に、すごいね、え、逆にめちゃくちゃレアじゃねえのこんな、ない、なかなかないんじゃないの、なかなかない、だってかなりカナとか見たことないんだけど、カナね、カナかももクロ、ねえ、すごいですね、え、これもすごくないですか、今なんかこれね、何だろう、注文したら、うん、もうこれ最後ですけど、すごい、何、何煙、ね、これ今手に入らないですよね、煙玉、そうそう、うん、前20円のだったんですよね、あ、そう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 、1枚入ってて20円、そうですよね、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、ありがとうございました、また来ます、また来ます、すごいね、めっちゃ楽しい。